こんにちは、ニコです。今回は地植えの草花のメンテナンスをやっていきます。5月は年間でも一番花の種類も量も多い時期じゃないかなと思うんですけれども、今の時期の作業っていうと主にこう花柄摘みであるとか、まあ、バッサリ下の方で切り戻すとか、あとは物によってはお花が終わった株っていうのはもう根こそぎ抜いちゃうっていう感じで、減らしていく作業が主体に今日もなると思いますけれども、抜き取ってね、寂しくなったところには夏のお花を植えて補植っていうのもしていこうと思ってます。ぜひ最後までご覧ください。芝桜です。こんな感じで4月びっしりとお花が咲いていました。お花が終わって今はすっかり葉っぱばっかりですけれども、めくってみるとこんな感じでコンクリートの上にマット状に広がっています。まあ、このままでも良さそうに見えるんですけれども、放っておくと際限なく広がってしまうので、ちょっと切り戻していこうかなと思います。植え込みの縁に沿って切ると分かりやすいかなと。植え込みから外にコンクリートの上にはみ出している部分を全部切っていってます。芝桜はもともと岩場に自生する植物なので、まあ、岩に登りたがるというか、岩とかコンクリートの上に、葉っぱ茎をどんどんね伸ばして覆いかぶさるようにして広がっていきます。こっちの芝桜もさらに広がってて、すごく座布団みたいになってます。でこれもですね、 2,3 年このまま切らずに放置すると、どうしても中心部が剥げてきます。剥げるっていうのは根っこの真上の部分の葉っぱがなくなって茎だけになると。で先っぽの方だけ葉っぱが茂ってる、お花が咲くのも葉っぱが茂っているところにしか咲かないっていう感じになってくるので、根元にまあお花が咲かなくなってくるんですね。なので、まあ年に1回ぐらいちょっと切り戻してあげて、ある程度全体が緑に覆われるっていうふうにコントロールした方がいいかなと思ってます。1回根元が、剥げてしまうと、まあ、挿し芽で苗を作って植え直すとか、新しい苗を買ってきて植え直すとか、なんか植え直す形になってしまうので、まあ、結構面倒かなと思います。こうやってね、時々切り戻してあげるっていう風にすると、まあ大体、コントロールできて、このまま植えっぱなしで何年も毎年春になったら咲いてくれるかなと思います。基本的に芝桜は暑さ寒さに強くて乾燥にも強いですし、すごくね元気ですね。強い日差しも平気で、逆に言えば日当たりが悪いところとか湿ったところには向かないので、梅雨に入る前にねちょっと風通しよくしてあげるのがいいんではないかなと思ってます。こちらフェリシアです。スプリングメルヘンという品種ですけど、名前の通りメルヘンな雰囲気ですね。すごい可愛いお花です。さっきの芝桜のすぐ近くに植えてあります。ちょうど一番花が一斉に咲いて2週間ぐらいすごく綺麗かったんですけど、一段落したところです。まあ、ご覧の通りね、花柄だらけです。下の方に2番花のつぼみがたくさん控えてはいるんですけど、その一方で花柄がめっちゃ目立つのでこれを取っていってます。でついでにちょっとねもう終わってきたビオラを抜き取ったり、雑草ですね、片まみが生えてるのでこれも抜いておきます。なんせフェリシアって一斉に咲いて一斉に終わるので膨大な数の花柄なんですよ。でちょっとね見るからにちょっと取るの大変そうって感じで、もういっそ抜いちゃおうかなっていう、そんな考えもよぎるんですけど、まあ秋に種をまいて半年もかけてここまで育ててきて、わずか3週間でお花終わりっていうとねちょっと切ないので、
まあ、ここは頑張って花柄を摘んで2番花を咲きやすくさせたいなと思います。花柄は茎の先端あたりについているので、それはもちろん取るんですけど、なるべく茎の下の方で切りたい。ただ茎の途中に丸いつぼみがついてますので、それは残して、つぼみを残しつつなるべく下の方で切るっていう感じで、ひたすら根気よく、ハサミで取っていってます。こんな感じでフェリシアの花柄摘み完了です。次にこちらの花壇のメンテナンスをやっていきます。秋に種まきして苗を作ったものを12月にこんな感じで植え込みました。冬から春にかけてずっとね、ゆっくりと苗が育ってきてまして、5月上旬今に至るという感じです。ネモフィラがですね、ちょっと花壇からしだれ落ちて乱れてきてるので、一部今日抜いてしまおうかなと思います。あとこの辺がちょっと空いててスカスカなので、何か植えたい。ラナンキュラスがね、新しいつぼみが、まあ、だんだん上がらなくなってきたので、お花はもう終盤なのかなと思います。これ球根を育てて球根を掘り上げて取りたいので、葉っぱをね、もうしばらく、あと1ヶ月ぐらいですかね、育てていくことになると思います。なのでちょっとまだ、ラナンキュラスは動かせないです。デルフィニウムが今満開になっています。ビオラね、もう終盤なんですけれども、これを抜いてしまうと、あの次に植える、夏の花の苗がまだ種から、育ち中で、ちょっとまだ小さくて植えれないので、もうしばらくビオラに頑張ってもらおうかなと思います。ここにもフェリシアがいるんですけど、さっきの場所よりちょっとここの方が涼しいので、咲き始めが遅かった分、花が終わるのも遅くてまだ綺麗ですね。花柄が少しあるので取っておきます。それから向かって左の方のネモフィラ、こちらは種を取りたいので、まだ置いておこうかなと思います。ということで、まず、フェリシアの花柄をちょっと摘んでおきます。そして向かって右の方のネモフィラを抜いちゃいます。今年は4月に雨がたくさん降って、案外なんか伸びるのが早かったですね。小さな雑草がちょこちょこ生えてたりするので、そういうのをちょっとね、抜き取ってます。空いたところに植える苗を3種類2株ずつ買ってきました。1つ目がローレンティア、フィズ&ポップです。フルブンウィナーズのブランドのイソトマで、従来のイソトマより花弁が広くて花がすごく目立って、花色もクリアですごく綺麗ですね。で、2つ目はカロケファルスプラチーナっていうね、シルバーリーフが綺麗な植物です。いかにも高温多湿に弱そうな感じするので、真夏にね、花壇だと枯れちゃうかもですけど、まあちょっとトライしてみます。
で3つ目はベゴニアセンパフローレンスです。これはもうね秋まで長く咲く夏の鉄板のお花ですね。はい、この3つをちょっと花壇に配置していきます。ここですね、このちょっと空いてて、もともと空いててなんとなく寂しいなと思ってたところにプラチナを置いてみます。ちょっと花壇の中でも少し、高さが高い、地面の高さがあるところなので比較的水はけがいいのかなと思います。で花壇の縁の方にローレンティアを置いてみます。ここから植え込んでいくんですけれども、プラチーナは過湿に弱いとラベルに書かれているので、水はけ強化のためにヒューガ土ともみがらくん炭を元の土に混ぜていきます。少しでもね水はけよくしたいなっていうところですね。元肥としてニームケーキを少々と、いつものマグアンプ系です。こちらを土に混ぜていきます。まあ、プラチーナもそのお花バンバン咲くとかそういうタイプ の, あの植物じゃなくて、主に葉っぱを見るものですし、なんせ過湿に弱いってことなので肥料はまあちょっと軽めに入れておきます。ポットから苗を抜いて植えていきます。軽く根っこほぐしますかね。ベゴニアを植えていくところにもマグアンプとニームとクンタンを入れていきます。元の土とよく混ぜてそこに苗を植えていきます。ここは落葉樹が生えているので、夏はねちょっと半日陰みたいになる時間帯が多いんですけど、ベゴニアはあまりカンカン照りじゃない方がいいぐらいなのでちょうどいいかなと思います。ローレンティアを植える場所も軽く土を、混ぜ替えしておきます。土壌改良は秋にかなりしっかりやったのでちょっと今回は軽めで、もみがらくん炭と元肥ですね、マグアンプ系とニームを入れて混ぜておきます。このローレンティアなりイソトマなりなんですけど、切り口から白い汁が出てですね、素手でその汁に触るとかぶれやすいです。なので花柄摘むときは手袋をした方がいいですっていうと、ついついなんか面倒くさくなって花柄摘みを
怠るっていうことにはなるんですけどね。手袋して、花柄を摘みましょうってことですね。あとね、ローレンティアフィズ&ポップってこれすごく綺麗なので、去年もすごくいいなと思ってですね、去年新しく出た品種だったと思うんですけどね、去年買って、梅雨時に庭に地植えしたんですよ。そしたらダンゴムシにすごいたかられてしまって、お花がねあっという間に全部食べられてしまって、なんかずっと葉っぱだけを眺めるみたいな感じだったんですけど、今年はちょっと5月上旬ダンゴムシ最盛期のちょい前に植えてるので、まあ、なんとかいけてほしいなと思ってます。はい、仕上げですけれども、縁の土に少し溝を切っていってます。スコップで溝を切ってます。この後すぐ水やりするので、水と一緒に土がね花壇から流れ出してしまわないようにするためです。それからマルチングですね。と思ったら腐葉土がものすごくちょっとしかなくて、今日はちょっとしかマルチできないんですけど、今度また腐葉土買ってきたら足そうかなと思ってます。ここの花壇はレンガを積んで、いわゆるレイズドベッド、立ち上げ花壇にしてるんですけれども、さらにそのレンガよりも高い位置まで土が来るように盛り土をしてます。まあ、要するに畑の畝と同じようなことで、水はけとか通気性を良くするために、盛り土にしてるんですけど、そうすると土の表面がこう山というか斜面のようになるので、水やりした時に水が土と一緒に流れやすいんですね。で、土がこう表土がね流れていかないようにマルチングしておくと、すごく水やりもしやすいです。はい、今回はこんな感じで一部だけお花の入れ替えをしました。梅雨入り前にね全面的に入れ替えれるといいなと思ってます。ということで今回は地植えの花のメンテナンスをやってきました。面白かったっていう方ね、ぜひ高評価ボタンで、応援の方よろしくお願いします。それからチャンネル登録ぜひしていただいて、引き続きご視聴いただけると嬉しいです。では次回また動画でお会いしましょう。さようなら。